探検隊の栄光は荒木玄の小説。2012年9月26日に小学館から単行本が刊行された。2015年に藤原達也主演で映画化された。映画は原作の政治的な部分をカットし、テレビ朝日の川口博士探検隊と藤岡博士探検隊のパロデー的な内容に変えられている。日本のとあるバラエティ番組の取材陣は、 幻の産地主題者、ヤーガを見つけ出すべく、ある国のジャングルへとやってきた。ヤーガが存在しないことをわかっていた彼らが、やらせの準備をしていたところ、スタッフの一人が薬莢などを発見したことが原因で、現地の反政府ゲリラに囚われてしまう。だが、取材陣の目的をなんとなく理解したゲリラは、自分たちのやっていることに重ね合わせているうちに、共感を覚え、 撮影に協力してくれることになった。同じ頃、その国の原政府軍は反政府ゲリラ打倒のために策を練っていた。2015年10月16日に公開。監督は山本徹映画のプロローグにあたるエピソードをショートドラマ化した実録。光 TV スペシャルこれが伝説の隊長誕生の瞬間だ。ロードトゥー探検隊の栄光が。 ヒカリ TV で2015年9月11日より配信開始。出演は藤原達也と岡安翔介。ありがとうございます。